にちは。こんにちは。こんにちは。さあ本日、久しぶりにやってまいりました。はい。こんなにあるんだよ。こんだけ実は余ったという。はい。あら、開けちゃうんですか。開け、あ、もういけ、もうそういう感じで。ちょっとランダムで開けていこうよ、もう。あ、もう開けていきますか。やけに、やけですよ、もう。ちょっと俺の運命が。そうですね。だいぶ雑なチップストークになりました。いやいや、引く楽しみとかもないですもん。お、山岡と。はい。ミネイ、おーいいっすね。だって山岡って俺すごく大好きな、いやいやいや、めちゃくちゃいいですよ。バブリーな感じがする。おーね。でミネイは今年は、あの目標としたら、あのホームランでもないのにホームラン打ったかのようなリアクションはやめなさい。さすが怖いや、厳しい。今日はこの感じでどんどんいく。すごいっすねこれ。消化できるかな、これ。すごいっすよ。はい、お来ました。アズマ、チャンスは意地飛んでるわな。あー、すいません。しっかりせえや、お前。先輩がやっぱね、1年目投げすぎなんだ。いやー、やっぱりその後のこのケアとですね、ケア投げなかったんでしょうね。でもまあ頑張って、いやね、そうですね、今シーズン中には絶対上がってくるんだよ。頑張ってくださいよ。はい、そして茂木、茂木選手。茂木大丈夫か、今年体。怪我がなかった。素晴らしい。そうですよね。前やりましたね。前一回ちょっとやったよ。ねえ、だからあれまた出てきたってこと。まあそうです。まあでも確率的には。いや、はい、来た。お、なんかすごい、なんかちょっといいカードじゃん。千尋。金子選手ですね。選手。日本。頑張れよ、今年日本。はい。復活するとでかいから。いや、そうですよ。本当ですよ。そして来ました DeNA。DeNA 多いっすね。多いっすね。山崎康晃投手。言ってた。ました。これやっぱ侍ジャパンでも貫禄だったな、あの抑え方。今年も期待してるんで。はい。もう数に端折って質より量っすね。もう一気にいっちゃう。小出しにしない。お、噂、侍ジャパンに呼ばれる可能性が強い。あ、おお。なんでかというと緩急の使い方が抜群だから。頑張れ。はい。さあ、そして続いて、ああ、ゲンちゃん来たよ。これもう来ましたね。あってね、インタビューしてますから。ゲンちゃんバッティングな写真じゃないでしょ。守備の写真。守備パターンもあるかもしれないですからね。もうね、もう期待してますよ。人がいいからね。はい、本当に。一人の選手じっくり。どこまでいいですけど。はい。来た。来ました。お、うち。うち。ロッテ選手来ました。はい。横浜のバッターは。外です。ね。はい。頑張れ。それ、それすごい。何だけっすか。来た、亀井コーチ。ああ、これ結構やりましたね。亀井選手。やったかな。亀井選手やってないか。亀井はやっぱ、丸が入って刺激を受けた。いや、そうっすよね。やっぱり。年齢的にもやらなかったら引退が待ってましたから。怖いっすもんね、しかも大学の。本当に。はい。頑張って。頑張ってください。中尾。おお、これ左で結構速いからね。中継ぎで去年投げたけど、結構戦力になってる。うん、頑張れよ。大事ですね、今年。大事大事。そして出た、タワー。タワー来ましたね。リリースが前でさ、頑張って。はい、いいっすよ。テンポがいいっすよ、テンポは。これここまでいくんすか。これここまで。ちょっと一回切るか。清田。おお、頼むぞ清田。お前若い選手が出てきて、お前押され気味だからね。清田なんていうのは、その日本一になった時だったっけな、大活躍してたよね。してましたね。そう、忘れ物じゃ頑張って、本当にもう一回ネジ巻き直し。はい、 OK。 はい、そして、おあ、これだと後輩。後輩多いな。後輩よく出てきますね。後輩は俺がね、バッティング教えてやりたいぐらいだよ。いいものは確かにある。はい。いいものはあるんだけど、今のままじゃちょっと苦しい。ちゃんとした率を残すのは。激戦ですもんね、外野手。激戦。まあ勝ち残ってほしいけど、足は一級品。はい。ね、俺より絶対早い。頑張って。さあ、周平、キャプテンです。中日の来ました。来ました。周平選手。去年、はい、去年だな、去年の正月にゴルフ場で谷繁があったんだよ。はい。監督じゃん、全。はい。お前何やってんのとか言われちゃって、で今年周平に、はい、お前今年正月ゴルフやんなかったのって言ったら、ゴルフ場変えましたって。そりゃそうっすよ。そりゃそうだよ。やりにくくてしょうがない。そりゃそうだよ。やりづらいですよ。絶対やりづらいですよ。でもキャプテンとしてね、チームを引っ張ってほしい。楽しみですよ。ね、
お、なんだ、これは、あ、これ伊藤ちゃんじゃない、伊藤原選手、キャプテンですもんね。お、キャプテンか。はい、伊藤選手、キャプテン同士だよ。いや、そうそう、キャプテン同士に入ってます、ね、セリーグ。俺の予想ではこのチームは非常に苦労する、はい、今年、ね、はい、だけどあのキャプテンとして、はい、ね、頑張ってほしいそうですね、うん、さあテンポがね命ですから。テンポです、大丈夫ですか、カード切ってないですね。でカード切れてもいいだろう。さあ、スローガー、おー、あー来ました。これあの高知県になったんじゃなかったっけ。あ、でも、あ、そうですね。そうだな、そうっす、今年、はい、県人だったよ、はい、これね、息子っていうか、子供がサッカーやってる。あ、そうなんですか。同じ道を。いや、それで俺が札幌行った時に、歌子さんとか来るから、はい、どうしたって言ったら、歌子さん、サッカーを子供にやらせてましたよね、みたいな。サッカー話で花が咲くという。たまにやりますよね、サッカー談義の。そう、サッカー談義ですよ。いいですね。鶴岡、鶴ちゃん頑張って。はい、ね、あー、砂の来た、来ました、これ引いた、これいいカードですね。なるほど、ちょっと違いますね。これは語らなきゃいけないかな。そうですね、語ることがないもう。でも今年も3年連続サンマラ賞っていうのはないよ。いやー、すごいっすよね、本当に、うん、でも頑張ってほしいよね、はい、本当にもうということで、はい、何枚いきました。3枚いきました。何列結構いきました。結構いったよ。ここ何個ありましたっけ。これ2個ぐらいか。あ、10個あったんだ、10個。ああ、じゃあ半分、だから9セット9セット18人一気にあんなにコツコツやってたのに。コツコツもできないしね。なんかコメントでも結構なんで選ぶ必要ないだろうみたいな、2人やれよって。いや、これはね、あ、このテンポが見たかったんだっていうのが、確かに、いや、いや